はい、メリです、えー、昨日はですねあのプレミアプロ CC でリコーシータの360度全天球画像を読み込むにはどうすればいいのかってそういう話をしましたけどもそこで、えー、大常さんからツッコミが入りましてあのなんだっけ後半でファーストビューを決めるやり方が分かんないので画像そのものを変えましたっていう話をしたんですけどもそれプレミアのエフェクトでできねえ っていうツッコミが入りました。でですね、その時確認した時にはそのエフェクトなかったんですよ。で、よく見ましたらですね、実はアップデートをしていなかったっていう <laughs>、そういうオチがつきまして、えー、ファーストビューの決め方が分かりましたので、ちょっとこれをもう保管してご紹介したいと思います。どうぞ。はい、ということで、またプレミアプロの画面に戻ってきましたけれども、えーと、昨日はですね、うっかり、 アップデートを確認しておりませんで、一、えー、つこけてたんですね、アップデートが。で、えー、こちら、プレミアプロ CC ビルド11.1.0222。こちらになっていれば、VR 用の、えー、エフェクトが入っているはずです。ではですね、早速、えー、画像の方を機能と同じように読み出してみましょうか。こちらがリコーのシータの、えー、全点球画面ですねで。機能と同じように、このようにメディアを読み込んで、 右クリックして変更フッテージを変換。こちらから、一番下 VR プロパティのピクセル、縦横比をして、選挙、選挙、選投図法ですね。こちらに変えて、で、これが VR ですよというふうに認識させた後でシーケンスの方に落とします。ではですね、これをクリックしてみると、確かにね、今エフェクトコントロール見ても、まだ VR が入っていません。 でもアップデートしましたので、エフェクトから選ぶことができます。場所はですね、ビデオエフェクトの中のビデオ。この中に VR 投影法。このエフェクトがありますので、えー、先ほどの素材の上に落としてみましょう。すると、エフェクトコントロールの中に VR 投影法。これが増えましたね。で、この中にパン、チルト、ロールっていうのが出てきますので、まあ、パンを選ぶと、 水平方向の開始点を選ぶことができます。えー、チルトとロールは、まあ、この画面を、シーターを斜めに持っちゃってる時に、それを補正するためですね。もう斜めになってるとやっぱり、ね、ずっと斜めのままなので、えー、っと、ものすごく気持ち悪いので、えー、これを使って、えー、原点をちゃんと修正して、で特にこの船とかを使ったりする場合にはですね、あの、カットごとに、まあ、向いてる方向が同じであった方が、 ね、つながりが分かりやすいので、そういう形で、えっ、ー、と、ファーストビューを決めてあげて、で、えっ、ー、と、動画をレンダリングするといいのではないかと思います。まあ、それ以外にもね、あの、えっ、ー、と、VR 投影法には他にもいろいろとあるみたいですので、えっ、ー、と、今後もうちょっと勉強していきたいなと思います。今回作ってるね、動画は、えー、これを使わずに作り上げちゃったので、もうこのままいきたいなと思いますが、次回やるときにはね、 ぜひここら辺を活用してみたいなと思います。はい。ということでいかがだったでしょうか。えっ、ー、と、ブログだとね、こういうのって思わず元の記事に追記したくなるんですけども、ビデオブログだと昨日足りなかったことを次の日に、あの、あ、ここ足りませんでしたってまた別の動画にして保管したりとかってちょっと作り方が違うんですよね。ここら辺、今こうやってね、YouTube とかちょっと始めてみて、それだけでも発見だなと思ってちょっと面白がって。 作っということで、えー、今後も何かこういう tips みたいなものとかあったらまあ細かくちょっと動画にしてみたいなと思いますということでまた次回さよなら